次に狙われるのは和彦さんかもしれねえな。もっとも二人の遺産受け取り人が死んで一番利益を得るのもあの人なんだが、死んだ利根栄次郎と三人の遺産受け取り人の間にはどんな関係があったんだ。わからん。利根栄次郎と三人の受け取り人の関係、それさえわかれば事件は一気に解決に向かうと思うんだが。15年前の香港で立ち退きを拒んでいた和彦さんの父親がさらわれた。今になって当時事件を捜査した警部と家の取り壊しを指揮した少佐が遺産相続人として招かれる。こいつはただの相続じゃないぜ。利根栄次郎と三人の受け取り人の関係、利根栄次郎と三人の受け取り人の
見えへんかった？ううん、見てないよ。そういや、服部の姿が見えねえな。どこほっつき歩いてるんやろ。また黒だと。クソ。あら、坊や。眠れないの？ま、無理もないわね。大人の私たちだって、気が立ってなかなか寝つけないんだから。こんな時にギャンブルだなんてどういう神経してやがんだ。ルーレットなんてよくわからないんですけどね。高弘さんがやれとおっしゃるもんですから。勝負で今までの負け分残らず取り返してやるぞ。お、坊主、どうだ、一勝負やるか。うん、僕よくわかんないからいいや。じゃあそろそろ最後の勝負といかねえか。これまでのコインを全部どっかの数字にかけるんだ。それなら恨みっこなしでぐっすり眠れんだろ。面白い。一発逆転してやる。数字は慎重に選べよ。誰のコインが生き残るかで今後の運命が決まるかもしれねえぜ。私は。派手に乗ったな。やっぱラストの大勝負はこうでなくちゃ。じゃあ回すぜ。
ゼロゼロ。どうなったんです？ゼロゼロは親の総取りって言ってな。つまり回した俺の一人勝ちになるんです。そして狙ってそこへ放り込めるのが一流のディーラーってわけ。バレたか。じゃあ貴様、さっきからずっと。まあいいじゃねえか、十分楽しいんだろ。汚いぞ。さ、もう余興も終わりだ。部屋へ帰ってよーく眠りな。てぐ。よーく眠れよ、今夜は特にな。たく、悪い冗談だぜ。さ、捜査を続けねえとな。あと手がかりになりそうなのは、どうして15年前の事件のことに詳しいの？え？ああ、それは当時あの事件は香港でも話題になったし、うん、そうそう、この館の図書室にも当時の新聞がファイルされていたはずよ。気になるなら行ってみたら？うん、ありがとう。ケビンさんはまた留守か。しかし鍵くらいかけていけばいいのにな。不用心な人だぜ。
は15年前の新聞の切り抜きだぜ。しかも香港の。他にもまだあるかもしれねえな。探してみっか。この家の門のマークは？そいつはモーガン・ドレイク&ラチェット社の紋章や。服部、そのモーガン・ドレイク&ラチェット社ってのは何なんだ？麻薬を扱っとった伝説の貿易会社や。詳しく解説した本がここの図書室にもあんで。麻薬の貿易？そいつが和彦さんの家の門にあるってことは、100年前上海から姿を消した幻の会社は莫大な貿易の戦利品を香港に眠らしとったっちゅうわけやな。でもどうして？麻薬の貿易は胸張れる商売やない。ほとぼりが冷めるまで香港に隠して、自分らはアメリカ大陸にも逃げとこって考えたんとちゃうか。ところが戻ってくるはずだった人間がことごとく死を遂げたか。隠して遺産は建物の地下に置き去りで、何も知らんと屋敷を手に入れたんが和彦さんの父親の北上春樹ちゅうわけやろ。待てよ、それじゃあ春樹氏が姿を消したのが15年前。利根英次郎が香港から戻ってきて館を改築し1階を水没させたのも15年前。そや、奇妙に一致しとるやろ。偶然じゃねえな。ああ、この家のどっかにあるはずや。15年前、利根英次郎が香港から掘り起こしてこの館に持ち帰った伝説の貿易会社の戦利品だな。この記事だな。何々、この家は被害に遭った北上春樹氏が自宅兼研究所として香港政府から譲り受けたもの。一家は正当な権利を主張して立ち退き要求に反発していた。クライドさんだ。何何、悲しい事件だが、これで家の取り壊しは決定的になったか。ヤンさんだ。何何、犯人を見つけるのは大変難しい状況になった。この家のどっかにあるはずや。15年前、利根英次郎が香港から掘り起こしてこの館に持ち帰った伝説の貿易会社の戦利品がな。